怖っ。飲めない。はい、どうも中村です。ということでですね、はい、今回はすいません、ちょっと今リハーサルじゃなかった。違う違う、ほんまほんまということで今回はですね、おっちゃまに来ていただきました。来ていただきましたと、はい、お久しぶりでございます。本当にまだまだ来ていただきましたというか、今ウバフェッショナルチャンネルの、撮影が終わって、ウバフェッショチャンネルに今回出させてもらって、で、これから僕のチャンネル撮って、またおっちゃまのチャンネルも撮りますんで、全部そんな宣伝までしてくれるんですか。で、今日はですね、はい、配達動画じゃないんですけど、トーク動画、トークでもないんですけど、あるなしバトル、あるなしバトル、バトルです、あるなし、はい、あとでだからこういうサムネ撮ってもらいますけど、これ絶対使わないでしょ。こういうサムネ撮ってもらう。ちょっと今やってみて。はい。はい、はい、ありがとうございます。こういう、はい。こういう装備、全然ちょっと撮ってもらえますか。はい、あるなしバトルやっていきます。はい、古いな、これ。結構いろいろ配達員界隈で、論争があるじゃないですか。まあ、ヘルメット脱ぐ脱がない問題とか、はい、弁当の下に紙引くかない問題とか、いろいろある。毎年毎年。そうそう、それの定期的にある。これもね、今回ちょっと僕お題持ってきたんですけど、これも毎年毎年論争がなされている、半パンサンダル配達員ありなし、これどうですか。はい、これ毎年ね、毎年やってます。毎年論争なんて、そろそろ出てくる。そろそろ出てくる。はい、もう暖かくなってきたんで、今年もまた、はい、論争がいろんなところで沸き起こりますけれども、はい、半パンサンダル、まあ、大体ここはクロックスですけど、半パンサンダル配達員ありなしバトルを、でこれありでもなしでもいいんですけど、これじゃんけんで決めましょう。じゃんけんを僕らがありかなしかを言うんじゃなくて、そうそう、本心は言わないです。本心というか、いやほんまはありとか、そういうこと、僕そういうこと、だから僕はありと思ってるとか、そういうことじゃなくて、じゃんけんして、あれ、あ、はい、この子は、あ、分かった分かった、はい、今から中村さんとじゃんけんして、勝った方がアリ、負けた方がナシ派。あ、ほんと自分がなんか、はい、ナシは思っててもじゃんけん勝ったらアリやる、で喋ると、そうそうそう、アリでアリのメンタリティで喋るっていうことです。はい、はい、切り抜きやめてな、もう全然ほんま怖いね。そう、いやほんまやばい、これはもう切り抜き禁止、こんなん言うてるわって、そう違うこれ切り抜き禁止ですね。僕が切り抜いて乗せるかもしれんけど、なしやな、それはなし。まあ最初はグーじゃないじゃんけんね。最初はグーなしじゃないやつ、はい、じゃんけんっぽいなんですか。じゃんけんっぽい、勝った方がありです、負けた方がなし、じゃんけんほい。あ、ありか、ありか、あり、ね、あ、そういうことか。僕あり、僕負けたんじゃなくて、はい、ありでなし、僕あり、これですね、はい、コメント欄でジャッジしてもらいます。もう一個がね、うん、だから僕らがジャッジしないんで、バトルの勝敗ですね、はい、バトルの勝敗はコメント欄でいや、おっちゃまやと、あ、そういうこと、はい、ジャッジ、それちょっと僕のメンタルボロボロになる可能性があるあとなんかストップウォッチみたいな、だいたい何分にします、5分か10分か、あ、なるほど、8分か10分か、一回5分経って様子見て、8か延長戦で10ぐらい、あ、そうしましょうか、はい、ストップウォッチでやります。これほとんど編集する気ないでしょ全然ないほぼ一発でいいでしょ、ほぼノーカットでいきます。はい、じゃあいきますよ、はい、いきます、よーい、スタート、はい、ということでですね、はいはい、何があかんの、愛してなきゃ子供はあかんでしょ、作れない、なんで、だって、はい、許してるから受け入れる、どこのその、はい、配達員っていうか、はい、そのまあ、ヤマトさんとか、はい、いろんなその出前の人とかでも半端で、どこかにあると思う、頭の中で来た人多分いてないと思う。佐賀は半端でした、あるんですよ、
サンダルじゃない、うん、半パンは確かねあったと思う。今ありましたっけ？今わかんないです。こんだけコンプラコンプラ言われとって、はい、でいちいちそのコンプラって言われてんのに、そのリスクを背負いながら配達してるバットもらうかもしれんし、だったらそんなに暑くない長ズボンもあるから入ったらええんちゃうのと思うんですよ。クールビズやん。あ、クールビズね、なるほどね。これちょっとしかもあれ考えてきたの。いやいや、僕だって僕のお題やから。そうや、そうかそうか、そうや、まあ、そう言われてみればそうや。あれ、あの見た目に涼しい。それは見た目見た目涼しい。見た目涼しい。でもある意味、はい、ある意味、はい、寒いっていうか、はい、その、はい、なんこれ。寒い寒い。真夏やから寒くはない。いやだすすね毛ボーン。ああすね毛ボーンね。でもすって涼しくない。はい、だからすね毛剃ってたら半パンでもいいよっていうことですね。だからあ、そっちの方行く。すね毛剃ってたら半パンでも言い訳がない。なわけね。そう。やっぱりね、はい、僕らやっぱ一番最後にやっぱ弁当を届ける立場なんで、はいはい、お店の人が半パンで、はい、じゃあ半パンつながりで、はい、考えにくくって、ちゃんと私は衛生的に、はい、僕ははっきり言って衛生的に悪い。何が？生足は。だこれね、半パンとかサンダル、はい、どうぞ中村君。足元にお弁当持っていくことある？自分のそのラックを想像して受け取りました。上半身ね。離婚済み。カバン入れました。うん、で持って行きます。うん、渡します、はい。足元に行くお弁当。でもバッグどうしてるの？バッグ下置いてるでしょ？だからバッグどんな状態かなパッて見た時に、はいはい、サンダルと、はい、もじゃもじゃの足がバーッてあって。はい、こうされてみみたいな。だからあれですよ、それはバッグ床に置く置かない論争のやつです。あ、僕の論点のすり替え。いや違う違う違う。でも結局、はい、じゃあ だったらバッグは背負っててもいいけど、はい、こう、まあ、取って渡す時に、はい、やっぱバッグに 目がいかないから、はい、あ、この人が配達してくれたんやって、やっぱ多分舐め回すから。そしたら半袖はダメってことですか？でもしも半袖は OK じゃないですか。半袖、はい、いやこれまくってますけど、袖まくりは袖まくりは OK。 その違いなんないですか？あのね、はい、半パンって、はい、半パンって、いや短パンちゃうね、半パンやで、ね、短パンわかるよ、光源氏みたいなやつは。あのね、はい、袖をめくるって言うんですよ、はいはい、袖をめくる、はい、めくる、はい、僕も生えとるけど、はいはい、この袖をめくるで足めくるやついない。そんな日本語がない、まず。めくっても足をめくるって言わない。めくってもいい。だから、うん、これはいいやんね。これはいいでしょ。これはいいよね。これ半袖は衛生的に見えてるよ。めちゃめちゃそうだよ。これ足でも一緒やん。どっちかって言ったら僕ね、どっちかって言ったら論争をね、サンダルにしたいんですよ。ああ、なるほどね。サンダルにしたいんですよ。はい、どうぞ。サンダルっていうのは、はい、一応ウーバーの中で、はい、バイクか自転車、まあ、ウォーカー一回置いといて、はいはい、でもね、自転車とバイクって多分サンダルダメなんですよ。はいはい、ああ、なるほど。それって法律の話ですよね。はい、それ一旦避けときましょうか。法律です、ダメ。見た目の話。配達員としての話です。配達員としての話ですね。はい、配達員としてサンダルはありかなしか。いや、まあ、はっきり言ったら、もっと言ったら。ウォーカーやったらサンダルいいんかっていう。え、僕もダメですよ。ちょ一旦止まってもらっていいですか？はい、もうちょっと4分40秒ですけど、もうこれ5分行くんで、もう5分、はい、でも今カンカンカンでしょ、はいはい、でもこれ面白いのは、はい、ここで、はい、ぶっちゃけ若干僕心が折れてちょっと心早いちょっと折れてるんですよ、マジで。っていうのは、はい、子供のうちはやっぱりね、あの今これちょっとブレイクタイムですよ、はい、ブレイクタイム止めてるんで、はい、でも全然回してるんで使ってもらっていいんですけど、僕どっちかって僕なし派え、なし派でしょ。なし派。あ、もともとなし派でしょ。ただ今こう話聞かれたら、はい、
まあ別にそんな堅苦しく言ってもなみたいなところがあって、そう、もっと来て、もっと来て、そう聞きたいけど、なんかだん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 自分が弱ってきてる方があって、あかあかあか、捕まう方がいいな。小玉さんのチャンネルでタバコ吸ってもいいですかね。いいですよ。だからあと5分、あと5分で終了、ね、終了、そこまで、はい、あと5分でしょ。でもあれでしょ、一応やっぱ本当になし派の人もいてるじゃないですか。ほんまになし派の人、そうでしょ、はい、いや僕はもっとお前言えよと思ってます、なし派の人、うん、よっしゃ。でも言ったらそのウーバーの、まずウーバーの決まりでサンダルなしよ、短パンなしよっていうのはないですよね。ないですね。出前館は確かありますよね。ああ、そう、出前館はね、半ズボンのサンダル禁止は、もう禁止して、会社が禁止してる、うん、昭和なんでね、はい、昭和なんで。でも言うてもおてるやん、これが昭和みたいな。だからもうそれは会社で禁止って言ったらそれはあかん、はいはいはい、それはもうルールに従いますけど、ウーバーは別に何でもいいよって言ってるわけですから、うんうんうん、それはありじゃないですか。メッセンジャーってあるじゃないですか。メッセンジャー、はいはい、ね、はい、そのお弁当じゃなくて書類とか箱、もともとの、はいはい、あいつら半端なんですよ。ああ、はいはいはい、あいつらね、はいはい、半端っていうか、あの自転車にその袖が当たらチェーンに引っかかれへん、ね、はいはいはい、ただあいつらは、あいつらサンダルではないんですよ。ああ、確かにね、ちゃんとした靴履いてる、はいはい、ちゃんと、はいはい、だからサンダルって、はい、いやでも一生そうだと思う、そういう人は海なんですよ、海。ああ、なるほど、じゃああれですよね、そう、だからこっちが今おしゃれな、こう何ですか、革靴っぽいサンダルやったらいいってことですよね。あ、全然いいですよ、 海っぽくなる。ほら今、いやはっきり言うたら今サンダル OK なんてもうたよ。あの、いや、あのね、かかと付き、かかとがある、いや、かかとがないやつがサンダル、それを見極められなかった。だからそう、悪いって言っちゃ悪い、サンダル、はい、サンダルって、はい、ある意味その、はい、まあ、さっきあの封印されましたけど、はい、法律上の部分もあるし、 あ、ね、はい、あと、はい、やっぱそのペッチャ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 って音がなる、はいはいはい、僕はサンダルイコールスリッパの、あ、だからお前スリッ、ね、はいはい、お前の人様の仕事を受けて、はい、スリッパで配達すんのか、はいはい、あのクロックスって、うん、なんかこういう、なんかこういうのがついてて、そう、あれはかかとに持ってこれますよね。あれをみんなおしゃれにこっちに倒して、はい、でプラプラでやってるでしょ。あれかかとにこうホールをしたら OK ってこと。OK。僕あれは僕そう、かかとにひっついとったら、はいはい、僕はあれクロックスはかかとにこう引っ掛けとったら、はいはい、あれはサンダルじゃない。あれは靴です。かかとがあるに換算される、ね。あれは靴。なるほど。はいはい。だからこう B さんがあかん。B さんがあかん。B さんがあかんだね。B さん、あれはね、はい、ビーチサンダルですか。まあね、あ、そっちのサンダルね。あの、あの指入れるタイプのやつね。お前が配達したところはビーチではないかっていう話です。それってでもあれですよね。あの、なんで？なんで？なんで？いや、良くないですか別に。運ぶだけ。まあ、しかも隙間時間に、まあ、例えば、あ、海に遊びに行きました、うんうん、ビーチでね、はい、ビーチで遊んでます、はい、ちょっと一軒配達しようか、はい、の時でも行けるっていうのがウーバーじゃないですか、はい、まあ、当然その時はサンダル、うん、だから、まあ、あの、いつ何時でも、あ、ちょっとやろうかってできるっていう、その時にこういちいちこう、あ、一回服着替えなとか一回靴履き替えなとかがないっていうのがやっぱウーバーのいいとこや。でもね、そのサンダルと、はい、その半パンで、はい、そのままその、はい、配達用バッグを持ってどっか行こうなって話でそうそう、その、そう、その状態でなんで配達バッグ持っとんねんみたいな、そのなんか金稼ぎたいけど遊びたいみたいな、それはおかしい、はいはい、それはおかしい、はい、そう、ただまああの、そうですね、まあ、配達バッグすら持ってないかもしれないですけど、そう、それだ、そういうやつが多いのよ、はっきり言えば。なんかもうあの半パンサンダルの人はね、だってね、お客さんからしたら、はい、やっぱ安心安全に、はいはいはい、あのお客様が頼んだ商品を安心安全に頼みましたっていう時に、なんかヘルメットもないわ、そのメッセンジャーの格好もしてないで、いきなり B さんと半パンで来られたら、いや、これがでもじゃあ、まあ、ちょっとシュッとした、うん、まあ、イケメンの男前の若い子が、はい、半端にサンダルで来る配達員と、
あのすっごいもう長袖やけどボロボロの汚いおっさんが来るのやったらこれ印象結構違いますよねそのお客さんからしたら、ま、ただ、はい、もうそれははげて半端もあかんし、はい、そう長袖もあかんと思うそれはだってもう全くもってどっちもだ その間がいいわけだっていう話があってただこんだけ喋ったけど、はい、いやでもまあルールとしてはあの交通ルールはあれですけどウーバーのルールとしてはまあありやから ありやそれをなんかあの他の配達員が、まあ、お客さんがいやちょっとってじゃそれはバットつけたりじゃないですか、うん、他の配達員がいちいちあいつやめとけよサンダルやめとけよってとかいうのをツイッターでつぶやくのは別にそこまでする必要はないんちゃうかなとは、うん、あのね、はい、サンダルにもいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、サンダル B さんみたいなそのペッチャペッチャ で、はい、でしかもねもうこうなると僕の方が崩れてきてるけど、はいはい、小町なサンダルやったらいいんですよ。はい、ありがとうございます。いや、ごく終了これあれだ意外とで、ね、10分短いな。ただ10分短いよ。道を言うそういうことか。はい、今の僕の話はもう、はい、オーバーしてる。ストップ、はい、ブレイク。これじゃんけんで人生変わるなこれこれあとあの3テーマ4テーマやっていったら多分だいぶ仲悪くなりますよ逆になんか、はい、いやおっちゃまはもうちょっと、はい、お前そのアリ派、はい、弱すぎるそういうコメント欲しいですね、はいはい、もっといかんかいと。そうですね、だからこれをちょっとコメント欄でそうそうそうアリ派なしあの人がまあ論争してくれてもいいし、その論争に僕らが入ればいいな、はい、そうですそうです、あの論争してくれてもいいし、あの一応こうあのジャッジを、ね、コメント欄にぜひねしていただけたらと思います。でこれどうしようかな、あの日本に分けようかな。あ、分けますね、日本に分けます。なるほどね。あのもう一個おっちゃまにちょっとテーマ考え、僕これ今一個考えてきたんで、あのちょっとおっちゃまのテーマ、おっちゃまが考えたテーマでももう一回やりましょうか。やれるな、はい、だから一回、まあ一回ここで一旦締めるんで、またおもろい客、はい、次のもう一本もぜひ見てくださいということで、はい、またあのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これ、はい、すごいな。